はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。今回は、スーパー戦隊、仮面ライダー10、ゲームキャラで街を作る第3弾、動画上第4回目でございます。わーい。今回ですね、設置パートをやりたいと思います。前回のことで、前回のあれでよかったんですが、設置をした方がいいんじゃねっていう話、設置をして終わろうっていうことで、終わったんですよね。ちょっと、もう残骸がありますけど、整理しようっていうこと、整地しようっていうことで、最初ここ、水流してあれしようと思ったんだけど、なんか、水流すのめんどくさくなったんで、このままこう、倉庫作ってますけど、ちょっとこの広さなんですよね。ちょっと設置した方がいいやろっていう、前回の動画で言ったので、設置パート、つまんない人は音だけ聞いてください。ぐだぐだと喋る感じの動画です。あ、ちなみにこれでもチートオンに、してます。なので、一回使います。ちょっとあれが欲しいんで、松明を出させていただきます。ちなみに結構パート的には使っていないように見えてます。裏ではどんどん使いまくってます。本当はダメなんですけど。ちょっとルール的に結構投稿数いってるのでそれで OK にしてます。よいしょ。ウメシさん的な最近のニュースをここで話しながらやっていきます。まあ、設置しながらも、もう雑談に近いなんかですね。ウメシさん的のニュース。ちょっと言うと、まあ、自分が今、二つのチャンネル持っているよっていうの多分何日か前の動画で上げた、話したと思いますね。話したと思いますけど、そっちについてちょっと進展がありそうなので、動画近々、作成はしますけど、でも、去年よりはパワーアップして活動していきますので、それは皆さんよろしくお願いします。ちょっと、そっちは投稿、不定期投稿ですけど、自分のメイン、まあ、個人チャンネルですね、自分で言うと。は、毎日投稿ですので、頑張っておりますので、こういう裏話とか、できたらいいなと思ってます。だってこれ言うと多分、どの動画でも言ったかな？言ってないかな？多分言ってねえはず。動画やろうよって言ったのは俺なんです、実は。誘ったのは俺なんです。なんか、みんなで動画でワイワイやって言い方あれだけど、知ってもらおうよっていう意味で、やりましょうっていう話を実は自分が出したんです。それでみんなやろうって言って、みんな考えてくれるからいいんですけど、まあ、企画はちょっと出したんですよ、みんなで。それでバーってやってるんで、まだいい方なんですよ、これが。だから撮影が撮影的に考えると、なんか自分が言い出すから、多分みんなが緊張するか、なんだこの野郎と思ってんじゃないかなと思うんですよね。多分動画の中で多分一番最年少なんですよ。メンバーさんの中でも最年少なんです、ちなみに。なので、多分、なんだこいつって多分思われてんじゃないですかね。これ、思われてると思ってる、自分は。だから、正直言って、撮影するときに、あんまりガチリになんないようにはしてはいるんですけど、多分、感じ方によっては、あれかもしんないです。
一回ガジラの、俺個人で思ったことですからね、これ。一回、投稿やめてもいいんじゃないって思ったことありますね。撮影で。うん。俺も個人チャンネル一回、潰してまで、離れようかなと思ったことありますよ。マジ。すんごいストレス、その時かかって。今はストレスがないからいいですけど、なんかその時、なんか急にバーってストレスって。そうならないためにもちょっと気をつけてやるしかないなっていう感じなんですね。何偉そうに言ってるんだって思われ、あれなんですけど。みんなどう思ってんのかな、実は本音で聞きたいっていうのが、あれです。自分の本心ですね。多分、一度それ企画して、やると思います。わからないとは思いますけど、やるとは思います。なんかそういうのやろうね、みたいな話をちょろっとだけしたような気がするんで。あんまり会社の裏側の話ってなかなかしないんですけど、珍しく今回、させてもらいましたけど。ちなみに、主さん的には YouTuber として知ってる人って実はあんまりいない。誰々さんのファンですっていうのは言えるんだけども、知ってる YouTuber が少ないんですよ。てか、いないです、今度。だから、メインでも、そっちでもこっちでも言いますけど、ちょっと知り合いに YouTuber が欲しいです、本当に。なので、普通にコラボはいつでも OK です。まあ、仕事がなければ。仕事をやってるのでね、一応、ペテロの風というチャンネルのメンバー兼編集者でもあるんで、多分概要欄に載っけるわって言って載っけてませんけど、概要欄にやっと載っけますんで。なので、ペテルの風のチャンネルも、登録していただくと、自分も楽ですし、メンバーさんも、見てくれ、増えると、よっしゃーってなるんで。ちなみに、現時点で再生数が1000回超えたっていう感じですね。登録者がもうちょっと欲しいです。頑張って編集皆さんしますんで。これはノーカットの方ですね、一応。自分の方はやってるんで。ちょっとグダグダになってるかもしれないですけど、お察しいただければなと思います。ちょっと政治的にはもうちょっとやりたいんで、このまま動画、多分ギターも入れたり、このままぐだぐだ話しそうなんで、締めさせていただきまーす。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよならー。